7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。まずはこちらのニュースです。中国とロシアが首脳会談で共同声明に署名。中国を訪れているロシアのプーチン大統領は北京で習近平国家主席と首脳会談を行い、軍事的な協力を深めることなどを盛り込んだ共同声明に署名しました。共同声明によりますと、ロシアは一つの中国原則を、中国はロシアの領土保全の努力をそれぞれ支持したということです。通算5期目に入ったプーチン大統領の初訪問は中国でありました。なるほどね。まあ、この2人を見てるとね、まあ、いつまでやるか知らんけど、はい、うん、とにかくロシアと中国の関係が少しずつ変わってきたなっていう感じはするんですが、あえてね、うん、ちょっと単純化して怒られるかもしれないけど言うと、はい、町内にもともと仲の良くないいじめっ子がいくつかいて、まあ、2人いて、うん、東の方と西の方にね、でその2人のいじめっ子が同盟組んでるってことですよ。で町内にはお坊ちゃま連合ってのがあって、はい、結構お金持ちのね裕福な子がいるんだけど、はい、まあ、それはもうこのいじめられてるわけで、で、まあ、いじめ返してるわけで、うん、まあ、やってるわけだけど、普通の子はなどっちもどったやなって言って感じで見てるわけだ、はい、でこのいじめっ子の2人がですね、やっぱり孤立してるわけですよ。お友達いないんだもん、うん、ね、そうするとやっぱり2人でくっつくしかないわけで、はい、良きにつけ悪きにつけ、私はこういう傾向はこれからも続くだろうなというのが第一点。これはちょっとざっくりした話ですね。じゃあ次に、じゃあいじめっ子同盟の中身なんですけど、はい、先ほど申し上げた通り、昔はね、力関係全然違ってて、ロシアの方が圧倒的に強くて、中国はどっちかというと弟分だったわけですよね。だけどそのお兄ちゃんの方がですね、どっかで変な喧嘩始めちゃってね、はい、ウクライナで、うん、日中もハッチも行けなくなっちゃったわけだから、はい、そしたらこれはやばいと、やっぱり弟分に頼まざるを得ないけど、弟分の方が金持ちだから今、ね、で武器弾薬はまあさすがにやらないだろうけど、いろんな支援をしてるわけですよ、はい、実はね。そうするとちょっとな、兄貴って言ってるけどな、こいつもう兄貴じゃねえんじゃねえかと、はい、これがこれから仕切るぞと、なんばかりとは言わないけども、この報道されている首脳共同記者会見なんて読んでるとね、はい、やっぱり中国側はロシアとの関係高度に重視をしていて、で両国関係は絶えず向上していて、互いに支持し合って、うんぬんと言ってるんですけど、もし一番面白いのはね、はい、この欧州の平和については、この政治的な、ね、解決が大事な、ウクライナ問題は政治的な解決が大事で、うん、中国は引き続き建設的な役割を果たす用意があるとこう言ってて、うんうんうん、でそれはさすがに歓迎とは言わないんだけども、プーチンさんの方はね、はい、やっぱり経済的には投資の拡大を歓迎して、中国の投資の拡大を歓迎した上で、そのやっぱり、ありがたく思ってるわけですよ。これね、やっぱりね、弟分だった中国がね、兄ちゃんね、うん、ウクライナのね戦争ね、俺があれだよと一言でやってもいいよと、一言で脱いでもいいぞと、はい、もうね、力関係が徐々に変わってる感じがしますですよね。うん、ですからその意味でこれをその今までの流れの一環ですから、はい、これを大きく大変だというふうに見る新聞もあれば、これを一面トップで報じない、うん、まあ、少数ですけども、はい、のもあるというのは、なるほどなという気がいたしますね。なんかね、中露蜜月みたいな、そう、こう書き方もあるけど、蜜月だとは思えないですね。そういう感じじゃないわけですね、やっぱり。だって、ここでね、戦略的なパートナーシップがなんとかなんとかって言うけど、はい、同盟じゃないですからね。あ、それはね、共同訓練やるかもしれないけど、はい、別にロシア語と中国語で指揮命令が一体化してるわけでもないし、なるほど、私は中国には中国の問題がアジアにある。そしてロシアにはロシアの問題が欧州にある、うん、そしてそれはお互いに、助け合うことはできるけど、はい、じゃあ本当にその彼らが共通の利益を持って、そして中国とロシアが一緒になって何かすごい、新しいブロックを作れるかったら、
そんな広がりはないですよね。それグローバルサウスが関係があるという人もいるかもしれないけど、グローバルサウスだってバラバラだしね。でロシアにつくか中国につくかってそりゃそんなことは言いませんよ。べったりになってるところってのはごく少数の国々ですよね。思うとやっぱり蜜月というのは確かにそうかもしれないけど、はい、じゃあこれが永遠のものかと、そうでもないんじゃないでしょうかね。こう今回ね、はい、ロシアが中国側にこう行ったと、今までだったらプーチンさんがね、クレムリンで延々待たしてみたいな感じだったのがありましたね。だいぶ変わりましたね。だけど一応信任ですから、そうすると、はい、来いよとこうなるわけで、ね、まあ中国らしいといえば中国らしいですよね。その辺も、そうまず来いよと、待ってやるわ。まあそうはいないんでしょうね。はい、ね、国防省も変わって、その新旧国防省も連れて行ったりとかね。今回やっぱり代表団を連れて行ったっていうのは、ね、はい、相当ロシアが苦しいんでしょうね。ロシア戦時、後ほど言いますけど、戦時体制になってるからね。戦時体制の経済になっていますから、中国の支援は絶対必要なんだろうと思います。まあ、その辺ね、ウクライナの情勢等々、7時またいで後半戦もお話を伺います、はい、ニュース7時またぎです。中ロ関係の話をニュース7時またぎの前半戦で、はい、お届けをいたしました。で、ここから先ウクライナについて、やっぱこの会談の中でもその話っていうのはメインになるわけなんですか。だと思いますね。本当はね。だけど中国側もアメリカ欧州のことを考えると、はい、あからさまにロシアを支援はできないわけですよね。だから直接支援はしていないんだということなんだけど、はい、じゃあそれ、その軍事武器や弾薬は送ってないかもしれないけど、北朝鮮が送ってるからね、はい、だけどそれ以外のいろんな支援はしてもおかしくない。だけどこれについてアメリカ非常に懸念を深めているという状況で、そこは中国側もおそらく自制をしている。だから外には絶対言わない。だけどおそらく1対1で話す中にはね、いろいろな議論が あって、おそらくこの戦争をどのような形で終わらすかについても意見交換をしている、していて全然驚かないと思いますね。外には絶対出てこないと思うけど。まあこれね、来月には G7 のサミットがあって、はい、そして、ウクライナ和平会議がスイスで行われると、まあここに中国出るかどうかみたいな話もあります、ね。いやまあ中国が今すぐ出ていってもね、そんな状況じゃないとは思いますが、もちろんそれは狙っているとは思いますけど、じゃあ今何が起きているかってね、私は別にロシアの専門家じゃないけど、はい、戦争の行方をこうずっと見てきてみると、まあ去年のそのいわゆる反転攻勢があるんだと、はい、ね、やるんだということだったんだけど、やっぱりやってみるとですね、はい、実は敵もさるもので、ロシア側はこういうの得意ですから、消耗戦に持ち込む、はい、つまりそのアメリカがある程度の武器を出して、ヨーロッパも出して、そして、少し武装をしっかりして、じゃあこれで取り返すぞと言ってで、言ったところがですね、はい、今その問題になってロシア側からに取られちゃってるところってのは、昔取ったり取られなかったりした結構優勢だった地域で、はい、うんうんうん、そのロシアが巻き返しを図ってるということですよね。もしそれが本当だとすればですね、やはりロシア側の守り勝ちというか、もしくはウクライナ側の息切れがある。はい、ロシアはもうとにかく塹壕掘ってね、でこうぐーっと頭低くしてぐっと耐えたわけですよ。でそれはもういくら精密誘導ミサイルがあったって、今まではウクライナの方、ウクライナはロシア国内攻めてなかったんですよ、はい、でアメリカがそれをやめてって言ってるから、ね、そういろんなことがあって、ウクライナ側の反転攻勢というのも、まあ、実力的にもそれから戦術的にも必ずしもうまくいかなかった。それに対してロシア側はもうただ単に前線で塹壕を掘って、その消耗戦を始めただけじゃなくて、やはり経済自体をもう戦時経済に移行してですね、もう何年でもやったろうわと、はい、いうような状況
況になってくる。そうするとね、これは国力の違い、人口の違い、領土の違いで、それは優勢はやはりロシアになるわけですよ。でね、さらにね、まあ問題なんですけど、消耗戦というのはね、基本的に武器弾薬を恐ろしく消耗する戦闘なんですよね。はい、1日何万発も撃つわけだ、お互いに、。そしたらね、武器弾薬の切れ目が戦争の分かれ目なんですよ。うんうん、はい、ね、で何をしたかったら、アメリカはね、議会が半年ぐらい、はい、要するにウクライナに対する支援を止めたわけですよ。で誰が止めたかったら、それ実はトランプさんが止めたわけですよね。実際には。それはおそらくどういうことか分かりません。内政ですから。しかし起きたことは武器弾薬がウクライナに行かなかったということですよ、ね。そしたらこういう結果になるのはもう目に見えてますよ。そもそも兵力的にもそんなに大きな部隊というのはいつも申し上げることですけど、はい、攻撃するんだったら3倍の兵力は3倍以上の兵力が必要だと言われたけど、決して3倍じゃないですよね。いや攻撃する方も逆に言うと3倍ないと攻撃できないと。だけどウクライナが反転攻勢やって3倍あったかって3倍なんかないですよ。ですからその意味ではロシア側が塹壕を掘って消耗戦に持ち込むとですね、それほど電撃作戦がウクライナはできなかったんだろうなと今から振り返ってみると思います。ですからその意味では今起きていることっていうのは十分、はい、予測できたことなんですね。で問題はじゃあこれを将来どうするかだけど、一応アメリカは、軍事支援を再開はしたわけですけどね、再開するったって別に一気に何万発もドーンっていくわけないんで、少しずつやるわけですから、はい、これ効果が出てくるのは おそらくある程度時間がかかると思う。ですから今のロシア側の優勢ってのは結構続くだろうし、それで最近アメリカの国務長官は、はい、アメリカ製の武器の使い方についてね、今まではロシア領内には使わないっていうのをなんとなく、まあ、使ってもいいんじゃないのみたいな感じのことを言い始めている、はい、もっと早くやれよそれだったらねと、ウクライナの方は思っていると思う。ですから結構ね、ウクライナも、頑張ってはいるし、私はそれは、正しいことだと思うけれども、はい、実際には NATO 諸国、特にアメリカの、まあ、思惑でね、で、アメリカだってそれはロシアと、核戦争なんかやりたくないわけですから、慎重に、武器を提供するのは、これは当たり前だと思います。だけれども、その流れがですね、やはりロシアに有利な方向になってしまったっていうのは否めないと思いますね。やっぱりこの半年の空白っていうのが本当に大きかったんですね。大きかったんだったら困りますよね。非常に残念だと思います。で、ここを支えるような、例えばヨーロッパの国々だとか、まあ、日本もそうかもしれませんが、なかなか支えるまではいかなかったんですか。さらに、支えなきゃいけないんですけどね、彼らの問題なんですからね、本来はね。それで待ってですよ、11月の5日にトランプさんがもし勝ってですよ、それでもっと対ロ融和政策を進めて、はい、もうそろそろやめんかいと、なこと言い出したらね、ガタガタになりますよ。ですからそうならないようにしなきゃいけないと思うんだけれども、プーチンさんはそれ待ってると思いますね。ですから、で、その時中国もそれ待ってるんだと思うんですよ。出番が出てくるからね。和平の仲介、中国、で、兄ちゃん、もう私の時代よと、はい、私が仕切ってあげるから、アメリカとは私がやってあげるからねと、まあ、言わんばかりとは言わんけれども、要するに中国の政治的な、なんていうかな、影響力、はい、この拡大をプーチンさんに、まあ、迫るということになるんじゃないかなと思ってます。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。台湾の総統就任式にアメリカは元政府高官を派遣へ。アメリカのバイデン政権は台湾で20日に開かれる頼清徳新総統の就任式に元政府高官を派遣する方針です。バイデン政権による対中制裁関税の強化などで緊張が高まる中、中国の反発を回避しつつ台湾への支援を示す形だと見られております。来週の月曜にいよいよ新総統就任式となるわけで、はい、まあ、新総統はその前任の蔡英文さん、民進党の、はい、まあ、どちらかというと
独立派じゃないけどね、必ずしもね、うん、でもその傾向の強い中国からすればとんでもない人が、はい、就任するわけですね。でそれに対してアメリカが代表団を送るということですから、まあうんと思うんだけれども、はい、このポイントはですね、要するにアメリカは政府高官を、現職の政府高官を送らないということですよ。元の高官しか送らない、はい、しかし超党派で送ると。うん、誰を送るかというとですね、はい、そのまずはNEC だったかな、経済安全保障、カウンセル、はい、会議か、はい、そのトップですね。それから共和党の元国務副長官、はい、それからブルッキングスって、これは民主党系ですけれども、のアジアの専門家、それから米国の在台協会等々、これは、まあ、はい、大使館の代わりですけどね、そういった人たちを送るということは、要するにアメリカのブッシュさんは確かに中国に対する厳しい態度は変わらないけれども、バイデンさんは、だけども中国と喧嘩する気もないし、基本的に台湾の問題については1972年に、はい、合意した、実質的に合意したその現状維持政策、中国は必ずしもそう思ってないかもしれないけれども、はい、じゃあアメリカは何をするか、アメリカがその軍がですね、中国が仮に台湾を攻撃したとき何をするかについて曖昧ですよという、まあ曖昧戦略をずっと維持してきて、はい、その一環で今回も政府高官は、現職は送らないということなんだろうなと思ってます。ですからそれ自体はニュアンスの違いがあるかもしれないけど、基本的な政策の流れは変わっていないということがポイントだろうなと思ってます。まあ、総統選そのものは1月に行われました。で、ライさんが当選した、もうその直後からバイデン政権、さまざまな形でバイデンさん自身の口からも釘を刺している部分はありますよね。そうですよね。だけど、まあ、よく考えてみたら、バイデン政権のなってからですね、例えば、はい、ちょっと前ですけれども、これは2023年か、下院のペロシ、下院のペロシさん行ったよね、はい、その前後にもですね、はい、やたら現職の閣僚が台湾に行くようになったはずなんですよ。あ、はい、そういうトランプ政権時代にね、厚生長官が行ったり、それもありました、ですからその意味では、はい、ここで現職のということも、あ、そのオプションとしてありえたのかもしれないけど、それはやっぱりない。それはやはり中国に対するメッセージであって、はい、アメリカとしては現状の政策を変える気は基本的にないですよと。ただあんたに対してはもっと厳しくいきますよと、こういうメッセージでしょうね。まあ、この顔ぶれ見ると、まあ、日本で馴染みがあるというか聞いたことあるなというのは、元国務副長官のリチャード・アーミテージ、ね、お元気でいければいいですね。まあ、ちょっと最近体調をね、どっちかというと崩してはいないんですけど、この間お会いした時は車椅子だったからね。ああ、そうですか。まあ、それでも元気で行くんでしょう。リチャード・ブッシュさんっていうね、台湾の専門家がいますけど、はい、この人は民主党ですね。ですから、まあ、その意味では重鎮ですね。なるほど。重鎮が超党派で行くぞと。そういうことです。でも、ということは現職はいかないということですよね。で、このね、制裁関税の話なんですが、まあ、EV だとか、あるいは半導体だとか、100% 関税をかけるというようなことが出てきたと。はい、まあ、それはね、しょうがないんじゃないんですかね。しょうがない。要するに中国の経済が、まあ、落ち込んでいく。だけど中国としてはね、この間も言ってきたけども、やっぱり対外的には成長率はちゃんと 5% 超えてますよと、こう言わざるを得ない、はい、そうするとどうするかというとね、はい、企業に生産させるわけですよ、ね、で生産したら売らなくても GDP に入れてあるわとこうなるわけだ。確かに、在庫が増えると GDP は増えるんですよね。増えるんですよ。だけど在庫がバカバカ増えて、はい、で、中国の経済は冷えてんだから、EV も含めてですよ。こんな簡単に売れるわけないよ。はい、どうします、もう外に売るしかないですよね。中で売れないんだから。そうそうそう。そうしたらね、俺はまあ、一昔前日本もやられたけど、これダンピングやと。はい。ね、不公正貿易やと。競争阻害してるんやと。こう言われるとね、中国はそんなことやってねってこう言うんだけど、はい、実際には生産が増えてるはずですから、やっぱりこれは関税かけるのは当たり前だと思う。これからもっと貿易戦争激化していくと思いますよ。
ヨーロッパにも言われてるでしょ。そうですね、習近平さんこの間行って、はい、言われたよね、あの欧州の委員、大統領が、ね、そう、はい、ですからそれはもうグローバルに、あの日本はそう言うかどうか分かんないけど、うん、いうことは、まあ、これからも続くということだと思いますね。あ、今回のこの制裁関税に関してもそのデフレの輸出を阻止するんだとまあね、言い方はそうなるけど、要するにダンピング輸出を認めねってことでしょ。あ、でね、あのちょっと前に鉄の生産でもう本当安いのがガンガン入ってきて困るって、それが鉄だけじゃなくてもいろんなものね、もう全てについてですよね。中国で売れ、国内で売れないものをでも作らざるを得ないから、はい、それが在庫で重なっていったら積み上がっていったらね、どこで裁くんですかと。EV はあれ東南アジアで今裁こうとしてるわけですよね、はい、要するに日本とかアメリカで売れないし、だけど東南アジアがそれもし止めたら、もしくは、まあ、あんまり競合しないから問題ないのかもしれないけど、それがうまくいかなかったら本当大変だと思いますよ、中国は。さあ、では続いて用意しているニュース、こちらのニュースです、はい、政治資金規正法の改正案、自民党内でまとまらず改めて協議へ。自民党は昨日政務調査会の会合で政治資金規正法の改正案の審査を行いました。この中で収支報告書に不記載などがあった場合、相当する額を国に寄付できるようにするとした条文について没収されるという意味合いを出すべきだと修正を求める意見が出たため、昨日は法案の了承を見送りまして、今日改めて協議することになりました。この自民党の改正案の中でもいわゆる連座制と、いわゆるというのがついています。ね、前もお話しましたよね、はい、なんちゃってだっていう人もいるんだけど、まあね、私は内政の専門家じゃないからあんまり、不適切なことは言いたくないけれども、私がこう外から見てて思うことはね、やっぱりね、この1955年に出来上がったこの自民党という、はい、意思決定システム、これは毎度申し上げることですが、決して一致団結した一党独裁ではなくてね、はい、いっぱいある派閥と呼ばれてきた保守、ミニ政党の連立だったんです、ずっと、はい、その連立の中で連立の各政党がリーダーを出して、はい、でその中で、まあ、政権交代やることで議事政権交代やってね、はい、それで民主主義を、まあ、やってきた、具現してきたわけですよ。ところがね、やっぱりこれ昭和のシステムですよね。1955年ですからね、はい、ということはね、やはりもう令和の時代、平成を経てですよ。そうですね。で、その派閥が僕は悪いと思ってないんです、問題はおそらく派閥とそれからお金、はい、もしくはポスト、これがくっついちゃって、それじゃあもう令和の時代は持たないですよと。世の中変わってんだから、基準も変わってんだから、はい、となるとどうします。やっぱり近代化しなきゃいけない、現代化しなきゃいけないってことですよね、はい、そうするとやはり新しい基準で派閥なりそのミニ政党連立を組んでいかなきゃいけない、その生みの苦しみですよね。ですから逆に言うとね、これ戦後の保守政治にとってはね、私が言うことじゃないかもしれないけど、これやっぱり歴史的な転機ですよ、逆に言うと総理総裁はですね、この問題をやっぱり歴史的に捉えて、はい、歴史的な使命があるはずなんですよ、何らかの形で変えていかなきゃいけない、ところが当然のことながら昭和で勝ってきた人たちもいるし、昭和で牛耳ってきた人たちもいるわけで、あんまり言うと怒られちゃうけどね。そうすると当然反発がある、はい、だから自民党らしく今回まとまらないわけですよ。これでいいんですよ、民主主義だから。問題はこれはどっちの方向に持っていくんですか、保守政治というものをどのような方向に持っていくかっていうね、これ重大な岐路に僕はあると思うんですよ。で、残念ながらね、2009年から12年までのこの野党のね、はい、やっぱりトラウマがあるわけですよ。だから自民党はお仕置きなんだけど、じゃあ野党に変えるかってちょっとねっていうのがおそらく国民の大多数じゃないかと思うの、はい、だとしたらこの歴史的な役割をどっちが先に見つけて、そしてそれを国民に訴えて、そしてリーダーシップを取る、もしくはイニシアティブを取るかということがね、本当は求められてると思うんですよ。ね、ポストに関して言えば派閥順送りから向いてる人がやる、政策のできる人がやるとかって変えられればね、そうで、お金ばらまくんじゃなくて人間性のある人を、
リーダーとしてふさわしい人を選ぶというのがポイントじゃないですかね、うん、以上おはようニュースネットワークでした。ウクライナの話等々というところでですね、はいはい、ブリンケンアメリカ国務長官がこの間、うん、キーウに行ったじゃないですか、ね、でなんかライブハウスで演奏してたり、うん、ああいう楽器でなんか外交見たとあるんですか。まあ私も昔やったことあるから人のことは言えないんだけど、彼左利きなんですよ。で左利きでギター弾くんですよね。だから僕に似てるんだけど、はい、だから言うわけじゃないんだけど、まあね、あんまりうまくないって言ってた。一緒にバンド組んでたって友達だから。ああ、そうなんですね。ですからそれはそれでいいんですけど、彼ギターうまいのとか言ったら、いやサイドギターもダメだからなんて言ってた人もいた。まあそれは悔し紛れに言ってるのかもしれません。でもまあね、それは音楽で、はい、文化交流をやると、はい、これは大事なことで、私も中国でそれを出しましたが、キーウに行ってね、それで、はい、そのロシアとの関係で連帯で、それでだけどロックンロールやる、そうかな、それもまあそういう人がいたんでしょ。ヨーロッパは あのロックンロール好きだから、そういう余興だったんでしょうけどね、まあ、批判が出てるのもなるほどねと思いますけどね。まあね、去年でしたか、韓国のユン・ソンニョルさんがホワイトハウスでアメリカンパイ歌ってっていうのはね、はい、あれは受けてましたね。受けてましたね。やっぱりうまい。ああ、そこは踏まえてたわ。関係ねえか。さあ、では、続いてこちらのニュース。あ、今の本題じゃないの。あ、本題じゃない。失礼しました。ニュースとしては、あ、本題はこちらでございます。失礼しました。どうも。はい。イスラエル軍がラファに部隊増派へ。パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルのガラント国防相は16日、最南部ラファでの軍事作戦に地上部隊をさらに投入することを明らかにしました。なお国連は15日、戦闘の激化に伴ってラファでおよそ60万人が他の地域への避難を余儀なくされていると発表しており、民間人への被害の拡大が懸念されております。この、まあ、まず南にね、行けというふうに言っていた。そしてラファまで行って、今度はということ。あっち行ってほい、こっち行ってほいやね。そんな、外務省で僕一応アラビア語ですからね。ガザも何度も行ったし、はい、それはパレスチナ人のこの惨状というのはやっぱり胸が痛いですよ。さらさりながらね、この、なんかこの、ガラント国防相は、さらに、はい、部隊を増派するって言うんで、まあ、なんか、ものすごい強硬派みたいなんだけど、まあ、強硬派には違いないんだけど、はい、確か最近の報道で、そうは言うけれども、はい、じゃあ、イスラエルがこのガザをね、制圧した後、はい、ずっと占領するのかって、それには反対するというようなことをおっしゃってるらしいですね。あ、このつまり、その、ネタニヤフ政権の中の主要閣僚、特にまあどちらかというと強硬派の閣僚の中でも、この戦後処理に関してはですね、意見が違うんですよ。ですからそれはまあ、救いといえば救いなんで、こんなイスラエルがね、ガザこれ制圧したって、はい、占領したって、あんなことだったらまたハマスが出てくるだけのことですよ。やっぱりこれは政治的な解決の方向に向けてね、はい、パレスチナ人に対して希望を持たせなきゃいけないし、希望だけじゃなくて実際に彼らに自治を、本当の意味の自治を与えて、そして自分で自分を統治するようにしなきゃダメなんです。ところが今彼らがやってることは、はい、ハマスを殲滅するという名においてね、はい、結果的にですよ、ハマスが半分悪いんだけども、人間の盾、人質使ってそれで、非戦闘員の、なんていうんですかね、犠牲が増えてるわけですから、それは、まあ、どっちもどっちなわけですよ。その意味ではね、永久に、占領なんかできるわけがないということは、イスラエルの中でも分かってる人がちゃんといると。その意味でね、イスラエル軍も、これ、増派をして、これから、少なくとも、強硬派の連中、それの意見に流されるかもしれないネタニヤフ戦、とっては首相にとってはね、はい、やりたいんだと思うんですが、果たしてこれが本当にイスラエルの中長期的な利益にとって、正しい方向なのかというとね、うん、やっぱり疑問符がどん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 大きくなっていると思います。これ自分たちで自分たちを統治するということになると、うん、まあ、本当今プレイヤーとして全く影
が薄いわけですが、うん、本当はパレスチナ自治政府というものがあり、そう、自治政府が選挙やったらガザで負けちゃったわけですよ、はい、パタハがね、PLO の方が、はい、ですからその意味ではしょうがないんだけれども、まあ、ハマスもハマスでね、あの全然その自治そしていずれは独立国家になんて気は全然ないわけ。あ、だってイスラエル殲滅なんだから、はい、目的は、目的が、うんうん、だからそもそも二国論なんてな、彼ら全然やる気ないわけ、ね、彼らも認めないわけですね。そう、 だからそういう強硬なハマスがある限りね、イスラエルの強硬派はほら見ろと、だから俺の言った通りだろうと、あいつら全然やる気ねえんだからもう攻めするしかねえんだと、こういう強硬論が強い、はい、強硬と強硬が奇妙に合致してしまうんですね。これ美しきね、強硬派の共存関係って言うんですけど、うん、それはあのワシントンにも強硬派いるしね、はい、テヘランにもいるわけよ。ああ、うん、イラン側にも。そうそうそう。うんうん、それでハマスとね、はい、イスラエルがこれ強硬、みんな強硬派だったらね、みんなね、あいつが悪いんだと言えるから、はい、で自分がやってる変なことがね、正当化できるから、うん、これ非常に危険なことなんだけども、こればっかりよ。残念ながら。で、そこで体張ってってやろうとした、例えばラビンという人は暗殺されてしまった。サダトもそうでしたよね。ああ、要するに和平を やるっていうのはやっぱり妥協しなきゃいけないんで、はい、で妥協ってことはそれは強硬派の人たちにとってはもうとんでもないことなんですよね。うーん、その中で命を懸けた政治家がいた、はい、今はいない。うん、命をかけろと言ってるんじゃないですよ。だけどそのくらいの覚悟でやってよと、そのくらいの覚悟がないと、うん、このもつれた糸というのは強硬論だけじゃ絶対に物事解決しないんだからと私は思うんだけどね。うん、まあ、もっともそんなことがちゃんと分かってくれる人たちがいたらとっくにこの問題解決してますから。あ、はい、残念でした。いやー、でもこれね、90年代にはそこで、そうですよ、光が見えた。中東和平オスロプロセス、ね、オスロ合意があって、はい、僕ワシントンでその合意の調印式いましたけど、あの頃はまだね、希望があったんですよ、うん、本当にパレスチナ国家できると思ってたもん。うん、日本だってそのためにこう一生懸命やったんですよ、経済支援だってやって。ああ、うん、ニュースプラスワンでありました。では続きまして、はい、恒例の、あ、恒例ですか、久しぶりで、久しぶりですよね、はい、ではこの時間はここだけニュースウスクープアップ、はい、オーソドックスに、あ、オーソドックスね、はい、世界最大の都市圏、中国の趣向デルタとは。趣向デルタとは、中国南部を流れる趣向という川の河口に広がる三角州デルタ地帯です。広州、広い州と各広州ですとか、香港、深セン、マカオなどが含まれる世界最大とも言われる都市圏、パールリバーデルタというふうに英語では言います。趣向の州は真珠の州、真珠の州ですよね。まあ、輝いてはいなかったけれども。あ、そうですか。面白い場所なんですよ。僕はね、たまたま友達がいたんで、一回行ってみたかった。んですけれども、この間行って来られた、あの要するにね、中国って意外と、はい、あの神羅万象政治じゃないですか、ところがね、あそこはね、はい、資本主義やってんの。あ、そう、自由市場の資本主義で政治的忖度があんまりなくて、うん、それで人口が、まあ、例えば深セン市ね、はい、人口が1700万もいるの。東京よりちょっと大きい、はい、で大きさもだいたい東京ぐらいなんですけどね、そこはね、人口が、はい、若い人しかいないの。平均年齢が 32.5 歳で、それでもうね、ありとあらゆる、東京にあの秋葉原ってあるでしょ、はい、秋葉原のあの部品屋さんとかあるじゃないですか。あ、いろんなこう小さなお店がいっぱいあって、はい、あの昔ラジオセンターとかね、そう、はい、それでいろんなものを売ってて、はい、それがですね、なんかもう何十倍も大きくなってですね、それでもうそれはもう iPhone の偽物からね、もう質の悪いバッターみたいなやつから、もう高級品までね、ブワーって言ってんの。玉石混交。すごい。で、それはね、結局周りにその工場があって、はい、そっから部品がバン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 流れてくるわけですよ。で、そこをね、その、まあ、ただの秋葉原だけじゃなくて、その裾野の広い製造業、部品屋さんも含めての上に、
ハイテク企業があるわけですよ。あ、うん、だから BYD、 あ、はい、あの、電気自動車になりました。あそこの本社も行ってきましたけど、はい、ほうほうほう、すごいですよ。うん、だからね、やっぱりあの北京はね、有名大学が多いから、はい、あの清華大とか、そうそう、そういうところで AI が強いんだそうですよ。あ、なるほど。それから上海だとやっぱり金融の街だから、フィンテックとか、はい、エンタメが強いんだそうですよ。ハイテク企業でもね、はい、だからアリババってのは確か広州、クイの広州ですね、はい、でそれと違って、うん、とにかく非常に広い裾野の製造業が周りにあるということですから、製造業プラスハイテク、そして、スタートアップとなるとね、はい、やっぱり、ね、日本との親和性が非常に強いと私は思うんですよ。うん、でそれでね、あの実際に行ってみるとね、はい、あの結構日中で頑張ってる人たちがいるんですよ。おで、ある日本人の人はね、まあ、すごい面白い人だったんだけど、はい、とにかくあのその秋葉原、はい、全部知ってんのね。でどこで何があるか全部知ってて、その部品屋さんとか部品屋さんから、もちろんそれ以外も全部知ってるんですよ、はい、それでね、 あそこはこうだ、あそこはこうだって、まあ、よく詳しいんですよね。それでいろいろな、まあ、コンサルティングやったりやってるんだけど、僕は日本の企業はね、はい、製造業がまだ強いんだから、どこと組むかったらね、それは北京じゃないよ、上海でもない、もしかしたらあそこかもしれない、でしかもね、その政治的な忖度ないですから、今のところあんまりうるさいこと言わない。これから儲かってきたらまた話は違うかもしれません。お取り潰しがあるかもしれないけ ど、はい、なるほど、そういうことがなくて、まあ、はい、とにかく中国中から若い人たちが続々一発当てに来るわけですよ。その代わり失業も結構頻繁にあって、すぐ解雇されちゃうわけ。あ、結果出さないとすぐクビね。うん、もう本当に資本主義そのものよ。中国共産主義とか社会主義は嘘だよね。あれ日本の方がよっぽど社会主義ですよ。だって組み切れないからね、日本は。まあまあ、これは守られてる。ですから、野心のある若者が、とにかく中国中から集まってきて、はい、それで、いや、まあ、ものすごい24時間365日、商売のことしか考えてないのよ。それが、まあ、ものすごいエネルギーを生んで、その中からハイテク企業が出てくるって言ったから。はい、これは日本とね、一緒にね、スタートアップやるにはもってこいの場所だと私は個人的に感じましたね。あれを見ててね、まあ、最も、もうとっくに昔に日本の企業で分かってる人はそこに出会ってますし、はい、出てるし、その今申し上げた日本の方とか、それから中国で、横浜国大でね、勉強した、フーさんって人がいるんだけども、ほうほう、この人がね、やっぱり日中のスタートアップなんとか橋渡ししたいって頑張ってるの。でなんかね、財政工学やったって言ったよ。へだけど今はね、深圳に。もともと福建の人なんだけど、はそういう、その、なんていうかな、元気のある若者がね、はい、集まってくるところなんだということで、知る人ぞ知るなんですけれども、非常に勉強になりました。はい、まあね、そうやってこう政治とか抜きにして、もう純粋に極めたいっていう人たち、まあ、そのこうエネルギーみたいなものっていうかね、僕に言わせると中国人のが資本主義に向いてるよね。一すぐ首にできるしね、うん、それでとにかくもうなりふり構わ、いい意味でですよ、はい、何でもありだから、ね、日本はもうもっといろんなルールがいっぱいあるじゃないですか、はい、日本のが社会主義ですよ。だからね、あんなことやられたらね、とたと伸びるのは当たり前だなと思いましたね。ただそうは言っても、うん、はい、それが大きくなってくると、はい、ね、うん、やっぱり共産党との関係が難しくなってきて、うん、アリババのマーさんみたいになっちゃう、はい、だからみんなね、アリババのマーさんにならないようにするにはどうするかってことを必死で考えてるんじゃないかなという印象を持ちましたね。なるほど、北から政治がやってこないようにと。そうでもこれね、このまさにこの趣向デルタの出口付近にある香港が、そっち側のね、政治の波にどんどん翻弄されてしまう。香港はもう昔の香港じゃないですよね、はい、うん、昔ね、デモがあった頃、はい、よく物見遊山で行ってきたけど、あのエネルギーはもうないですね。完全に。ですから、まあでもしょうがないでしょう、陸続きだから。うん、大
台湾はそうはならないと思うけども、はい、やっぱ陸続きでね、だって深センからプッとちょっとそうですね、国境じゃないんだから、陸橋乗らなくても車でバーンと入れちゃうんだから、ね、うん、それはもとても無理ですよね。でもそういうこう熱気みたいなものって昔の香港にはあったよな。ありましたね。ありましたね。あそこは中国のいいところとイギリスのいいところが、はい、珍しく合体したすごい街だったと思うんですけども、今はそういう時代が終わっちゃった。なるほど。はい、三宅さんのワールドウォッチ、ね、はい、産経新聞のコラムにもその辺の話詳しく書かれております。紙面としては昨日付けになります ね。あとにもう一つ面白い話があったんですけど、はい、中国行ってね、なんか、はい、みんな怖い街だとか思ってるじゃないですか、はい、それで結構拘束されたり、もしくは、あんな危なくて投資できないとかいう、まあ、中国フォービア、中国恐怖症みたいなのあるのかなと思って、まあ、僕も実はそうだったんですけど、はい、実際に行ってみるとね、まあ、何もないんですよね。びっくりするぐらい。でね、何を、現地の人が話してたことなんで、はい、本当かどうかわからないけど、面白い話があって、もうやたらね、てか監視カメラがいっぱいあるわけですよ。はい、ね、街中にあるわけ。で、昔と比べ、僕は20年前にいたからね、昼だから。昔とどう違うんですかって言ったらね、とにかくね、物をね、忘れて落としてもね、すぐ入ってくるんだって。ああ。拾って猫ばばできないよね。みんな監視されてるから。からもう一つ面白かったのは、はい、幼児の、子供の誘拐がなくなったんだって。だって、そんなちっちゃったすぐ捕まるわけですよ。まあ、それは、いいとこだよねってみんな笑ってたから、はい、まあ、そういうことだということですよ。ここだけニューススクープアップでありました。このコーナー含めまして、ポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。